メジロドーベル、メジロドーベル、1994年5月6日台は、日本の競争馬、繁殖品馬。1996年に、中央競馬でデビュー。主な勝ち倉は、同年の阪神3歳品馬ステークス。1997年の、優秀品馬、オークスト、中華賞。1998年、1999年の、エリザベス女王杯など。 それぞれの年に JRA 賞最優秀3歳頻馬、最優秀4歳頻馬、最優秀5歳以上頻馬に選ばれた。吉田豊が前線に起乗し、通算21戦10勝。4年連続で年度表彰を受けた史上初の馬であり、中央 GI 競争5勝は2009年まで頻馬による最多勝利記録であった。競馬時代の表記は日本で年以前に、 使用された数え年で統一する。1994年、北海道東野古町のメジロ牧場に生まれる。父メジロライアンは1991年の宝塚、記念優勝馬で、本馬は、その初年度産区。母、メジロビューティーは、素質馬として期待されていたが、故障のため2章のみで引退している。母方の日、馬場には1965年の最優秀3歳品馬。 メジロ菩薩がいた。本場が誕生する前年、一歳上の兄に、七三サデサイレンスの産区がいたが、生まれて、すぐに、重度の横断を発症し、度重なる、輸血の後に感染症を併発して死んだため、母、メジロビューティーの血液が検査に出されることになった。その結果、メジロビューティーは特殊な血液型を持ち、血液が適合するのは、 日本の種ボバの約22%であることが判明した。この時すでにメジロビューティーはメジロドーベルを宿していたが、父メジロライアンは22%には含まれていなかった。両親の血液型が不適合である場合、免疫力をつける前に母馬からの父を飲むと貧血を起こし命の危険があった。しかし、馬は初乳を飲むことによって、 初めて免疫力をつけることができるため、誕生後のメジロドーベルは、同じ時期に出産を控えていた赤眼の繁殖品は、メジロローラントから初乳をもらうことになった。こうして、出生時の危難を乗り越えたが、翌1995年初頭には骨折を生じる。関節内に骨片が浮いた重い症状だったが、これは日本最大の牧場である。 八代大ファーム11スタッフからの全面協力を得て、手術が行われ、無事に成功した。メジロ牧場は1990年代初頭に、メジロマックイーン、メジロライアン、メジロパーマーら1987年生産の馬たちで大きな活躍を示して以降、下の世代から目立った馬を出すことができておらず、牧草や放牧の方法、育成施設といった、 初方面すべての改革に乗り出していた。メジロドーベルや、同父で後に、天皇賞、春を制する、メジロブライトが、その改革後に育成された、最初の世代であった。競争年齢の3歳2月まで、メジロ牧場で育成された後、福島県の天候牧場を経て、母方の代々を手掛けている、大久保陽吉、茨城県見本トレーニングセンターのもに入級大久保は、 メジロドーベルの印象について、この馬の兄弟は少し胴の長い、どちらかというと、ステイヤータイプの体型をしていた。しかしドーベルはもう少し胴の詰まった印象で、兄や姉よりもスピードタイプの体型に見えました。父方のライアンとのバランスがよく取れたということなんでしょうが、上とは少しタイプが違うのかなというのが初めて見た時の印象でしたと述べている。ドーベルのケーは、 いずれも高素質場でありながら、体質や体型のわずかな問題で出世しきれておらず、やっと、目白菩薩に遡るような感じの馬が出てきたと感じていたとも言う。1996年8月、新潟開催の新馬戦でデビュー。騎手は、大久保旧社所属で、当時デビュー3年目の若手だった、吉田豊が務めた。当日は4番人気だったが、行位から、 最後の直線で後続を離し、初戦勝利を挙げた。続く、新潟3歳ステークスで重賞に初出走するも、競争中に進度が狭まる不利もあり、5着と敗れた。しかしその後は、サフラン賞、イチョウステークスと連勝し、関東ではボバを含めても、有数の存在という評価を得、12月には3歳、女王戦、阪神3歳頻馬ステークスに臨んだ。当日は、 前走デイリーハイ歳ステークスで、メジロブライトに5場審査をつけて勝った、シーキングザパールが1.5倍と断然の人気を集め、メジロドーベルは5.8倍で2番人気となった。レースは、隊列が縦長の展開となる中、シーキングザパール3番手、メジロドーベルは5番手を進んだ。第3コーナーから、最終コーナーにかけてメジロドーベルは先段へ進出。 伸びをかくシーキングザパールを置いて、最後の直線で抜け出し、2着シーズプリンセスに2場審査をつけて勝利した。総破タイム1分34秒6は、前年度の勝利場ヤマニンパラダイスの記録を0.1秒上回るレースレコードであった。吉田、大久保はいずれも GI 競争初制覇であり、また関東馬の優勝は、メジロ牧場出身のメジロラモーヌ以来10年ぶりのことであった。 これをもってシーズンを終え、翌年1月には当年の最優秀3歳品馬に選出された。また、父メジロライアンは3歳新種母馬ランキングで1位となり、輸入種母馬の産区や外国産馬の活躍が目立っていた中で内国産種母馬の新生として注目された。1997年はクラシック3巻初戦、大歌賞に向け3月のチューリップ賞から始動。 単勝を追一点1.3倍の一番人気に支持されたが、道中では、スローペースをこらえきれず、抑えようとする吉田の手綱に反して、首を高く上げながら走り、三着と敗れた。競争前に行われたインタビューでは、大久保が、この馬のメス系は少し気の良すぎる、行きたがるようなところがあって、ペースが緩んだ時にどんな対応ができるかが、最大のポイントと語っていた。 4月6日の大賀賞は幸運により、不良馬場で行われた。前哨戦の放置杯4歳品馬特別を含め5戦4勝の、競泳マーチが2.6倍の一番人気に押され、メジロドーベルは3.4倍で2番人気となった。先行策を取った競泳マーチに対し、メジロドーベルは、後方からレースを進める。メジロドーベルは、最終コーナーから進出し、最後の直線で追い込んだが、 いち早く抜け出した競泳マーチに4馬審査をつけられ、2着と、敗れた。5月25日、ン馬クラシック2巻目の優秀ン馬、オークスでは、競泳マーチと、メジロドーベルが人気を集め、前者が2.2倍で一番人気、後者が2.9倍の二番人気となった。大歌賞から800メートルのビル2400メートルという距離について、メジロドーベルは、 決闘面での不安はないと見られたものの、気象的に吉田との折り合いを保てるかという課題があった。15万人の監修を前に、スタート直前まで覆面をつけさせられたメジロドーベルは、ややじれていた、大歌賞の時とは異なり、しごく落ち着いた様子であった。スタートが切られると、押し出されるように先頭に立った競泳マーチに対し、メジロドーベルは、前奏と同じく後方に位置を取り、 道中は、吉田と呼吸のあった走りを見せた。最後の直線では、馬場の中央から一気に抜け出し、二着七用ウィングに二馬進反差を付け勝利。競泳マーチは残り300メートルから急激に失速し、十一着であった。メジロドーベルのひいバば、メジロ菩薩は、大久保の父、末吉が管理し、1966年のオークスで二着と、敗れており、 当時を知る関係者にとってはその時の雪辱ともなった。大久保は4コーナーの時点まで折り合いは95点できていたので直線は伸びてくれると確信していました。大賀賞は外を回ったコースロスがありましたから負けたとはいえ力はこちらが上だと信じていましたと語り、また吉田は直線半ばで勝ったと確信できました。3歳チャンピオンなんですから正直。 ほっとしたという気持ちです。これで、大歌賞は、コースロス分だけ負けたということを証明できましたと、語った。夏の休養を経て、秋の目標は、貧馬三冠最終戦、週歌賞となったが、そこへ向けて、ゲジロドーベル、競泳マーチ、そして、外国3馬であるため大歌賞とオークスへの、出走権がなかったものの、GINHK マイルカップを制していた。 シーキングザパールが三強と目された。秋初戦について、大久保は本番との間隔を考慮し、年上のボバ相手となるオールカマーを選択。例年、天皇賞、秋を見据えた有力馬が出走してくる競争だったが、当年は芝コースの経験がない地方馬、アブクマッポーロが相手筆頭と見られた手薄な顔ぶれで、メジロドーベルは、 単勝2.1倍の一番人気に支持された。レースでは、チューリップ賞の時のように、吉田との折り合いを書いたが、吉田が無理に抑えず、先頭に立たせると落ち着きを取り戻し、そのままゴールまで逃げ切って勝利した。10月19日、週刊賞では、シーキングザパールが、帰還の疾病のため不在で、それぞれ前哨戦を制してきたメチロドドーベルト、 競泳マーチの二強対決と見られた。当日のメジロドーベルのオッズは1.7倍を示し、初めて競泳マーチを抑えての一番人気となった。レースは競泳マーチが2番手を追走。メジロドーベルは中段につけると、最後の直線で先頭に立った競泳マーチを残り100メートルで捉え、同馬に2馬進半差をつけ勝利。頻馬2冠を果たした。 メジルポーク城を代表して観戦した総務部長岩崎信道は春も戦った二頭が力と力でぶつかり合った最高の GI だったと思いますと感想を述べた。なお、これ以降競泳マーチは短距離路線へ進むことになり両馬はこれが最後の対戦となった。年末にはグランプリ競争有馬記念の出走馬を選定するファン投票でエアグルブ バブルガムフェロー、不出走に次ぐ、第3位の132,690票を獲得。当日は4歳品場ながら、マーベラスサンデー、エアグルーブに次ぐ3番人気に押された。レースでは、中段から後方を追走、最終コーナーで先段へ進出したが、最後の直線で伸びずシルクジャスティスの発着と敗れた。当年の年度表彰では、 最優秀4歳牝馬と最優秀父内国三馬の2部門を受賞した。なお年度代表馬には天皇賞、秋を制し、ジャパンカップ2着、有馬記念も3着と構想したエアグルーブが牝馬として26年ぶりに選出された。翌1998年は4月の大阪杯から指導、エアグルーブと顔を合わせた。 当日は同馬が1.2倍と圧倒的な支持を受け、メジロドーベルは3番人気だった。レースは苦手のスローペースとなり、さらに直線で振動を失う不利もあったが、エアグルーブに4分の3馬身迫っての2着となった。しかし続くメグロ記念、宝塚記念はいずれも5着と敗れ、休養に入る。箱館競馬場での調整を経て、秋は、府中品バステークスから始動。 5 8ラムの金量を背負い、グレース・アドマイアに花さまで迫られたものの、集華賞以来の勝利を挙げた。自走、11月15日にエリザベス女王杯を迎える。ここには、天皇賞、秋を回避したエアグルーヴが出走。同馬の陣営は、ジャパンカップへのステップを公言していたが、当日は、オッツ1.4倍の一番人気となり、 メジロドーベルは4.6倍の2番人気となった。スタートが切られると、メジロドーベルは、スローペースとなった前半に、やはり首を上げて吉田との折り合いを書いた。しかし時期に落ち着くと、最終コーナーから内立ち沿いをついて抜け出し、2着、ランフォザドリームに1馬身4分の1、さらに、エアグルーブに4分の3馬身差をつけ、牝馬として、史上初の GI 競争4勝目を挙げた。 上がり3ハロン、最後の600メートルは33秒後という、当時としては破格のタイムだった。エアグルーブに4度目の対戦で勝利することになったが、同馬が、ン馬に先着されたのは2年に1ヶ月ぶりであった。この秋は、エリザベス上杯が最大目標だったが、年末には、前年に続き有馬記念に、ファン投票3位で選出され、出走。しかし、 吉田との折り合いを書き、見せ場のないまま9着に終わった。なお、この競争で5着のエアグルーブはこれを最後に引退した。当年の年度表彰において、メジロドーベルは、エアグルーブ、そして、フランスのモーリス・ドゲスト賞を制し、日本超競馬として初めて、ヨーロッパの G1 競争を制したシーキング・ザ・パールを抑え、最優秀5歳以上牝馬に選出された。 最後のシーズンとなった1999年は、中山ヒン馬ステークスから、指導、メジロドーベルには、楽な顔ぶれと見られていたが、9番人気の、ナリタルナパークに敗れ、オークス以降初めて、エアグルーブ以外のヒン馬に先着を許した。さらにこの後々、ムクロ左側に外傷を負い、初めて長期休養を余儀なくされた。復帰は、秋の毎日王冠となったが、ここも6着となる。 しかし、秋の目標としたエリザベス女王杯に向かう過程で復調していき、直前には前年以上という状態にまで整った。11月14日、連覇をかけてエリザベス女王杯へ出走。一番人気には前年の冠ヒンバファレノプシスが押され、メジロドーベルが二番人気、三番人気には前年のオークス優勝馬エリモエクセルが入り、この三頭の三強ムードが漂った。 レースはスローペースとなった中で、交渉面では人気の3頭が横一線に並ぶ形で進んだ。しかし残り600メートル地点からファレノプシスとエリモエクセルはいずれもタバと接触するなどして順調に運べず、ベジロドーベルが抜け出すと追い込むフサイチエアデールを4分の3馬身を抑えて一着となり競争史上初の連覇を達成した。 自らが持つ品波の GI 勝利記録を5に伸ばし、全体でシンボリルドルフの7勝に次ぎ、成田ブライアンと並ぶ2位体とした。また、4年連続の GI 制覇は、同馬種のメジロマックイーンに並ぶ1位体の記録であった。吉田は、去年はエアグルーブを倒したという気持ちが強かったんですが、今回は追われる立場でのレース。それだけのプレッシャーがあったので、 本当に嬉しい勝利ですと語り、また、場所の北野俊夫は、最後のレースにふさわしい最高のレースを見せてくれました。今回のレースでもうメジロラモーヌは超えたと思いますと、表した。戦前には、有馬記念への出走も視野に入れられていたが、優秀の美を飾ったとして、これを最後に引退。11月21日、東京競馬場で引退式が行われ、 オークス優勝時の絶剣16をつけて競争生活最後の姿を見せた。12月3日には繁殖入りのため故郷目白牧場へ向かった。当年の年度表彰では前年に続き最優秀5歳以上牝馬に選出。中央競馬で4年連続の年度表彰を受けた史上初の馬となった。なお2000年に日本中央競馬会が主催した20世紀の 名和大投票では、第19位に選出され、同会の広報誌、優秀による、20世紀のベストホース1 0にも名を連ねた。繁殖品馬としては、不動のリーディングサイヤーであった、サンデーサイレンスや、その後継はら数々の有力種母馬と交配されたが、直後には目立った、活躍馬が出ていない。6番米白大菩薩は七冠馬ディープインパクトとの、 ここで、メジロドーベルの GI5 章と合わせて、12冠ベビーとして、話題を集めたが、16戦1章という成績で、引退した。2011年4月には、メジロ牧場が、業績不振により解散を決定。メジロドーベルらのつなぎ用場は、メジロ牧場専務の岩崎信道が施設を引き継ぎ、新規創業した、レイクビラファームで引き続きつなぎ用された。信道と、 牧場立ち上げに尽力した息子の岩崎義久は、ドーベルの地が走らないのは、馬のせいじゃないということを証明したい。そして、メジロの地を一から、またブランドにしていきたいと、抱負を語った。2014年5月、4番米ジロシャレードの子、湘南ラグーンが、青馬賞を制し、メジロドーベルの子孫から初、またレークビラファーム生産馬として、初の重賞勝利を挙げた。同馬は、 翌年2月に定年引退を控えた大久保陽吉の管理場であり、大久保は一番嬉しい勝利だと涙ながらに語った。これは大久保最後の重賞勝利ともなった。主に中距離のレースで活躍したが、大久保陽吉は体型や気象からして本質的にはマイラーと評している。大久保は早くからメジロドーベルが持つスピード能力を高く評価しており、 同世代の快速牝馬として知られたシーキングザパールを強く意識していたという。また、前世紀に一度一線級の大馬とマイルのレースで走らせてみたかったとも述べている。5歳を過ぎてからは立場としてエアグルーブに次ぐ二番手の牝馬と見られがちであったが、大久保は一貫してエアグルーブとの差はレースセンスであるとし、折り合い何のため発揮できない部分はあるが、能力に、 遜色はないと主張していた。デビュー当初、メジロドーベルの担当級務員はかつて、メジロファントムなどを担当した、堀口良吉であった。堀口は当時定年まで間があったにもかかわらず、三歳校をもらうのはおそらく最後だからと、たびたび口にし、ドーベルをベルちゃんと呼び出来愛した。阪神三歳ステークスの優勝により、堀口も初の GI タイトルを手中に収めたが、 翌1997年1月末に突然倒れ、2月19日に死去。ドーベルの担当者は代わりを務めていた、アンセ良一にそのまま引き継がれた。アンセは数々の活躍場を手掛けた、大久保旧社の番頭角であったが、気象の激しいドーベルの扱いには手こずり、ドーベルもまた、堀口を相手にする時よりも苛立った様子を見せ、 手代わりから最初の出走となったチューリップ賞では暴走し、競争後に馬房へ戻ってからも興奮が収まらなかった。これを見たアンセは、その信頼を得ようと、夜ごとドーベルとのスキンシップを図るようになり、大花賞を迎える頃にはドーベルもアンセを受け入れ、やがて馬房内で後ろをついて、歩くほどになった。しかし、後も一流馬を担当する新郎はアンセに重く、のしかかり、引退までに、 体の各部に変調を来たした。メジロドーベルの引退式は最後の競争の翌週という早期に行われたが、これは大久保がアンセの体調を気遣ってのものだった。アンセはドーベルの存在は大きいっていうものじゃなかった。とてつもなかったと実感しているが、同時にドーベルを思い出すと貧馬をやりたくなる。女は人懐っこくて可愛いからとも語った。なお、アンセは 孫の湘南ラグーンも担当した。2018年9月25日現在、競争馬時代、輸入馬のナオコや外国サンバが活躍していた中に、あって、決闘票3台に現れる14頭のうち6頭が、目白、12頭が、輸入馬あるいは国産馬を表すカタカナ表記という、決闘構成は、純内国産とも評された。 メジロライアンは前述の通り1991年の宝塚記念に優勝。その父アンバーシャダ代は1980年代に8、大競争2勝を挙げた。メス系の日本における祖は1930年に輸入されたデボーニアで、第5デボーニア、第7デボーニアという2つの大きな分子系のうち、メジロドーベルは第7デボーニアの子孫にあたる。 メジロ菩薩から広がった系統は、メジロ菩薩系とも呼ばれ、メジロ牧場では特に歴史が古く、深く根付いたものだった。サラブレッドは母系を基準に、親族関係を構成する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。